軍の解剖艦または防護巡洋1898年に二等巡洋艦に、類別、1922年に二等海防艦へ、類別が変更された。艦名は、名所の名前で山の橋立による。艦名は砲艦橋立に受け継がれ、海上自衛隊でも特務艇橋立として受け継がれている。建造に至る経緯については、松島を参照。 三景艦のうち唯一の国産艦である。これは何としても主要艦艇の国産化を目指したい海軍の強い意向であったが、当時の日本の技術力ではまだ背伸びをしている艦があった。結果として建造期間が他っ二隻よりも長く、竣工したのが日清戦争開戦直前であった。一説には、この橋立ての竣工を待って開戦に踏み切ったとも言われる。 日清戦争では、松島、五福島と共に奮戦して、新国北洋艦隊を撃破し、日露戦争では、松島、五福島、そして、旧敵の鎮園の三隻と組んだ、第三艦隊第五戦隊の機関を務めた。主砲の32センチメートル単装砲は、全部甲板に据え付けられ、五福島と艦型が似ているが、副砲以下の装備に若干相違がある。 修理用の管内工場を設けた。1902年月にボイラーをすべて、宮原式水管管に変更した。1887年10月10日、広市第4962号をもって、製造着手の旨が、横須賀造船所に冷達された。1888年8月6日寄港。1891年3月24日、浸水。 1894年6月26日春行。第一種に編入された。8月1日日清戦争開戦、連合艦隊本隊所属。9月17日公開海戦に参加。大連、旅順、宝庫島攻略作戦などに参加。1895年2月1回へ攻撃終了、新国降伏。1898年3月21日。 二等巡洋艦に類別された。1901年2月から8月、小移行補正の東南アジア、清志方面の遠洋航海に従事した。横須賀造船省でボイラーを沿艦からベルビール艦に換装した。1903年、小移行補正の遠洋航海に従事した。1904年2月10日、日露戦争海戦、第三艦隊第五戦隊機関。 旅順攻略作戦、公開回戦に参加。1905年5月27から28日日本海、海戦。カラフト攻略作戦などに参加。1906年10月まで大修理を施行した。明治39年度、明治40年度、明治41年度の少尉候補生の遠洋公開に従事した。 1912年8月28日に東海防艦に類別が変更された。1922年4月1日軍艦席から除かれ、雑役船に編入、練習船に指定、横須賀海兵団で使用された。1925年11月30日、修理の勝ちなしとして廃船の上進が出され、12月25日に任居、廃船とされた。 1926年5月1日、船体は17万円で売却され、横須賀で解体された、日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく、階級は就任時のもの。ありがとうございます。